ートレース江戸川予選最終日、シリーズ4日目の戦いは第9レース予選特勝を迎えています。なお4号艇渡辺真奈美は病気のため欠場となりまして、5艇による競争です。予選特選第11レース、スタートが切られました。まず内の3艇、スロー3艇が先手を取りました。第1スタンマークへ向かいます。インコースは1号艇の運の逃げるか、2コース2号艇藪内は差し、少しキャビテーションか、ちょっともつれて危ない。この辺りはアクシデントが発生か。第1スタンマークを旋回しました。スタートは正常でした。1号艇の運のがトップに立って、あとは3艇並んでいます。4艇が2マークを旋回、直線コースへ入っていますが、ファンの皆様にお知らせをいたします。2号艇の藪内は妨害による失格となっています。また4号艇カナダも、失格となっております。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇の谷川のスタート、そして3号艇村田のスタートも際どいスタートとなっています。ただいまのスタート審議中です。ただいまのスタート審議中となっています。お手持ちの投票券はお捨てにならないように大切にお持ちください。現在先頭1号艇谷川ですが、このレーススタートは審議中、スタートは審議中となっています。お知らせいたします。1号艇の谷川雄一、3号艇村田智也ともにフライング返還欠場となっています。1と3の組に関する投票権が全て返還となりますので、お手持ちの投票権はお捨てにならないように大切にお持ちください。スミクに4日間の短期決戦カニボーチャンネル杯、本日はシリーズ最終日の競争、戦いは終盤のカードへと入っていきます。競争水面は1つ目の選抜戦第10レースです。なおこのレースは2号艇山室信弘選手欠場となっており、このレースから安定板を使用してレースが行われます。レースミクニカニボーチャンネル杯シリーズ最終日の競争、競争水面続いてのカードは2つ目の選抜戦第11レースです。なおこの第11レース5号艇石田聖吾選手は欠場となっており、このレースも引き続き安定板を使用してレースが行われます。1番、2番、3番、4番、5番、6番となりました。1秒前スタートのサインとかの好スタートは1号艇高野、4号艇マニア、5コース5号艇明日は一緒の1マーク逃げる1号艇の高野、まくりやった3号艇吉永、4号艇のマニア、切り込んでくるは2号艇の堀本、5号艇明日は6号艇山本、向こう上面です。押し切ったのセットを1号艇高野信号2番手で1勝作って5号艇の明日は3番下がらく2号艇の堀本、3号艇吉永、その後方水が来ました。6号艇の山本、最後方4号艇マニア、一緒にマークの世界、スタートは正常。2番手5号艇、明日は行く。2号艇の高低殺到する。2号艇、5号艇、5号艇がスリーアット、アウトあって3号艇かわしていく吉永、ホームに移りました。先頭は1号艇、高野の後方、2番手は3号艇、吉永、3番手上がってきたのは2号艇の堀本、上位体系は1、3、2。そして5号艇の足つは現在、エース状態でしょうか。レースは2周目の1コーナー。先頭は1号艇の高野、2番手は3号艇の吉永、3番手は2号艇、堀本、狂った込んで6号艇の山本、向こう上面です。5号艇の足沢にアクシデント発生です。レースは2周2マークの旋回と向かっていきます。ここは直線部分と判断されまして、この事故って
手を避けての構想、ここは直線部分ということで事故手を避けての構想です。先頭1号手高の2番手が3号手の吉永です。ここでお知らせいたします。2号艇の堀本優也、1周2マークにおきまして棒金止め失格、また5号艇の芦澤望むエンストのため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。5番、6番がわずかに覗いていますが、これは早いスタートがありました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。皆様にお知らせいたします。5号艇中山、6号艇渡辺、5番と6番はフライング返還欠場です。5番と6番に関する投票券すべて発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。競争水面には予選第4レースのメンバーが登場しました。なおこのレースに出走予定でした3号艇丹下健選手は病気のため欠場いたします。